Shut up.
されている、ね、まあ、今全員社会人のグループで、今1年目ですね、はい、活動期間は1年経ってないぐらいですね、で1曲目をお届けしたのが、今日の空で雪月花と2曲連続でお届けいたしました、はい、どうですか、暑い、どうですか、どうですか、どうですか、無茶ぶりですね、いや、暑いですねでは、早速ですが3曲目に、はい、行こうかなと思うんですけど、3曲目の曲はですね、スピッツさんの群青という曲でして、有名なんですか、そうだよ、有名ですよ、有名な曲ですね、スピッツ知ってる方っていますあ、よかったですね、あ、よかった、じゃあ大丈夫ですよ、じゃあスピッツさんが歌ってる曲を我々がアレンジをしてここで今歌うと、あとね、アップデンポで、アップデンポになナンバーで、ノリノリではないのかな、あ、まあ、手拍子なんですか、爽やかに手拍子でしながら聴いていただければなと思います、はいはい、1、2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 、
今すぐ海を見たいのだ。明日とか未来のことを好きになりたいんだ。少しでも人に声出すように、その名前を叫ぶ、転んで起き上がる愚かな僕は、ここにいる。すでにもう奇跡、花が咲いて、なんですけれども、うん、その前に明日、宣伝ですね、はい、実はですね、今日こうやって皆さんの前でこうダーとかウーとかって歌ってるんですけど、明日もそうです、ね、明日も実は、ライブがありまして、はい、この、シリシャリっていうグループ、今日はそこのその名前もね覚えていただきたいんですけれども、はいはい、我々は明日、お昼にですね、渋谷っていうところでライブをあのライブをやるのに、地方のところにいるから渋谷JPOPカフェ、JPOPカフェ、はい、です、はい、ところで、うん、あります。で、今日、ね、こうやって見て、あ、ちょっといいななんて思った方いらっしゃいましたら、今日、大体この辺、その辺にいるので、ちょっと明日からライブ行きたいんですけどって言ってくだされば、喜んで売りますっていう感じで、来ていただきたいなと思ってますので、ですね、あと、はい、私たちに喋っていただくのが恥ずかしいという方は、はい、うん、Facebook に我々シリーシャリーのアカウントが、はい、アカウントグループページありますので、はい、ぜひぜひそこでいいねとか、はい、そうコメントとかしていただければ嬉しいなと、はい、いうことで、もう18時間後ぐらいに迫ってたね。そうですね、よく行くぞという方がいらっしゃればね、はい、ぜひぜひ来ていただいても嬉しいなと思います。そのパーカスさんを待ってました。そうそう、はい、パーカッションが入ってプーッと音が流れて次の曲に入ります。じゃあ最後の曲となって皆さん一緒に楽しんでください。できれば起動した振り付けもあるので一緒にお願いします。Thank you.
ラストー。はい、ありがとうございました。